国鉄タム100系貨車は1935年から製造された15トン席の農商産専用の私有貨車である。車席は鉄道省に編入されていた。農商産専用のタンク車で初の形式であり、またタンク帯にアルミニウムを採用した初の形式でもある。1966年までに219両が汽車製造、大阪鉄工所。 日立製作所、若松車両、楠木製作所、三菱重工業、川崎車両にて申請された。1940年に、タム300系のお竜産専用車から本形式へ3両が、改造され編入された。1964年11月13日に、タム500系ガソリン専用車から本形式へ2両、改造され編入された。改造に際してはいずれもタンク体を、 申請している。以上合計269両のタム100型が運用された。なお、タム123タム127タム199タム1204タム1233は欠番である。1973年頃に農商産、専用タンク車の発煙敵化事故が多発したことを受け、1974年に保安対策による過重見直しを行い、 15トン石から14トン石に変更された。1979年10月より化製品分類番号を新84が表記された。タンク体はドーム付けの青の物姿。材質は腐食防止のため純アルミ製であり、純アルミ連結注意と表記される。識別のため記号番号表記は特殊表記符号、青全地し、アタムと表記し、タンク体には 純アルミ、連結注意と表記された。アルミ製のため車体強度が弱く一時期、武蔵野ミサを通過禁止と車体に表記された。これは、武蔵野操車場では自動操縦装置による入れ替えを行っていたが、これによる大きな衝撃が車体に加わるのを防ぐための処置であった。二役方式は、マンホール外にある積み込み口から入れ、S 時間を用いた空気カーによって、 荷おろしを行う上入れ、上出し式。走行装置は、当初、一段リンク式であったが、1955年、以降の申請者から二段リンク式に変更され、一段リンク式だった、車両も後に二段リンク式に改造されている。本形式は農商産専用車で多く製作され、農商産専用車の主力形式であったが、老朽化やボギー車への置き換えなどで廃車が進み、 1987年4月の国鉄分割民営化に際しては11両が JR 貨物に継承されたが1998年6月までに全廃され形式消滅した。タム100系の専用種別である農商産は戦前は爆薬としての需要があったが戦後激減しお乗車が発生したため多数の車両が各形式に改造された。一部の車両では タム100型に復帰改造されたものも存在した。1952年2月7日に、若松車両、東急車両製造に出た1000系ベンゾール専用車へ4両が改造された。1946年8月12日から1952年4月25日に、かけてた2900系メタノール専用車へ6両が改造された。 1952年6月30日から1964年4月30日にかけてた3050系ホルマリン専用車へ給料が改造された。他3100型は我が国初の作産、無水作産専用車として1947年から1959年3月12日にかけて全車がタム100型からの改造により落成した。改造に際しては タンク体には手を加えることなく、積載荷重を減らしたことによる、下回りの担いバネを交換した、統計美なものであった。車両によっては他3100型への改造後の、事後改造として、着せ、加熱管を取り付けた車両も存在した。落成時の所有者は、新日本窒素肥料、昭和合成化学の二社であり、その常備駅は、水俣駅、カノセ駅であった。 昭和電工所有者のうち2両は、1966年1月25日に、徳山石油化学へ名義変更され、常備駅は、吹田三沢駅に変更された。タム100型より改造され誕生した、他3100系であるが、その後需要の変更により、タム100型へ給料が復帰した。また、1952年12月10日には1両が、三菱重工業にて、 タム3800型に改造され、1956年12月22日から1957年10月2日に、かけてた3600型へ6両が改造された。貨物列車の最高速度引上げが行われた1968年10月1日大ヤい生態用のため、軸羽値支持方式が2段リンク式に改造された。1974年4月10日に、 最後まで在籍した2両が廃車になり形式消滅した。他3600型は、作産エチル専用の旧トン石二軸貨車である。全車6両が、1956年12月22日から1957年10月2日にかけて、他3100型より改造され編入された。落成時の所有者は、新日本窒素肥料の1社のみであり、 その常備駅は水俣駅であった。1976年度に最後まで在籍した一両が廃車になり形式消滅した。1959年3月31日に三菱重工業にて一両がタム2100景気商産専用車へ改造された。タム3800型は作産エチル専用の15トン石二軸貨車である。 1952年12月10日に三菱重工業にて一両がタム3800型へ改造され、同日一両型3100型より三菱重工業にてタム3800型に改造された。12年後の1964年6月5日に一両がタム4800型よりタム3800型へ改造され、合計3両が落成した。 落成時の所有者は、新日本窒素肥料、昭和電工の二社であり、その常備駅は、水俣駅、鹿野世駅であった。昭和電工所有者は、1966年3月2日に、徳山石油化学へ名義変更され、常備駅は、吹田三沢駅に変更された。1974年4月10日に、最後まで在籍した二両が、廃車になり、形式消滅した。 1951年12月26日から1963年12月14日にかけてタム100型より8両が三菱重工業、臓器車両、汽車製造にて改造されタム5000型に編入された。ありがとうございます。